まだ出勤してないから、どんな制度なのか、やべ、癖で。どんな制度なのかがいまいちちょっと分かってないんですけど、なんか直接、当日その場で、なんかを書いたりすることができないって私は聞いてて、それはね、どうなんだろう。誰か、アゲハに他に出た、ミサちゃんとか、サインもらった方いますか？いたらどんな感じか教えてほしいな。情の内メッセージってないや。今日も可愛い、好き。嬉しい、ありがとう、好き。今日のテンション受けるね。9月18バーレスク、マイカさんをしました。嬉しい、ありがとう。よっくん、よっくんね。メモっとかないと。メモりたいけど、メモれないから、インスタの DM に送っといてください。何日に、9月18日に行きます。推しプランしました。よっくんですって。あれ、さっきしてくれた？さっきしてくれたかな？私とかはその場で書いてもらった。じゃあもう一瞬サインだけとかならいいのかな？シャッと。胸にも吹きかけるやつなの。私、吹きかけちゃう。この胸の間に、おっぱいの間にやると、こう、服で抑制されつつ、ちょっといい感じに広がるなって自分で思ってて。あと手首と、この首、髪の毛をこう動かした時に香るから。あと、あれですね。上にプシュってやって、こう、降りてくるの待つみたいな。わかんない。臭いかな。私香水臭かったらちょっと言って。もうちょい量減らした方がいい。ただこれボディミストなんですよ、香水じゃなくて。そう、ボディミストだから香りの持続とかがめっちゃ悪いからガンガンにつけちゃってます。この前お誕生日おめでとうし、あ、お誕生日、そっか、お誕生日だったのか。おめでとう、ハッピーバースデー、セリナちゃん。セリピオちゃん、私のことをね、私がめちゃくちゃ前のアイドル時代から推してくれてる女の子がお誕生日でした。イエーイ、みんなもおめでとうって言ってくれたら嬉しいよ。おめでとう、ハッピーバースデー。また遊び来てね、バーレスク。素敵な一年に。めでたい。人の誕生日はめでたい。自分の誕生日は全くめでたくないけど。おばあになっていくだけだから。めでたいですね、人の誕生日は。目の前で書くのダメ。じゃあ、預けとかかな？預けとかならいいのかな？巻き込みたくなっちゃった。やっぱいろんな人におめでとうって言われた方が嬉しいからね。いやー、もう本当に、いやー、どうしよう、緊張してきた。あ、なんか明日来る人いるのかな。あ、なんか明日行きますっていう連絡受けてる人が一人しかいなくて、めっちゃ怖い。大丈夫かなってなってる。あ、そうだ、それとご報告があって、何日だっけな、3日かな、9月の3日の一部の時間、19時からのショータイムの時間で、私のお客様、ファンの方が、推し配信って言って、インスタライブでバーレスクのその、私の出番とか、準備の裏側とか、その様子を、私のこのアカウントのインスタライブで配信するっていうね、プランがあるんですけど、それをね、ご購入していただいた方がいるので、9月の3日、19時から、だいたい1時間半ぐらい私のインスタライブを見てくれてたら、くれたら嬉しいですっていう感じです。多分ね、バーレスク行きたいけどなんか行き方わかんないとか、どんな感じかわかんないみたいな人は、その配信見てこんな感じかっていう想像つくと思うから、暇な方はね、見てもらえた方がいいかなって思います。初推し配信、めっちゃ緊張する。どうしよう。最近マイカさん TikTok 見ない。本当？最近投稿してない。投稿してる？おすすめに出てこないのかな？かもしれない。おすすめに出なくなってきたかも。どうしましょう。大変だね。ちょっと待ってね。3日現地にいるわ。あ、現地にいる方はもちろん現地で。それはもちろん。現地の方はもちろん現地で。いい感じになったかな。変わんないね。
この間さえちゃんの院大見ました。そう、あんな感じのやつ。誰だろう、さえちゃん、さえちゃんの院大がいつだったかわかんないけど、あれか、123部で誰かしらが推し配信やってたやつか。そう、あんな感じで、そう言ってくれれば大丈夫。サブ推しだと DM で名前伝えてもメッセージは書いてもらえないんですか。いや、そんなことない。一口間違えた。一言、毎回そんな長いメッセージ書くタイプじゃないんで、一言ぐらいは全然書くつもりです。事前にメッセージを入れてくれたら。タップルの CM 流れない？私も流れないのよ。でもね、流れてきたよって報告もあるから、女の子には流れにくい説ある。なんかこの間タップルの担当者さんとなんか最終確認みたいなしたけど、あんま女の子とかだと流れないのかな、わかんないですけど、一応でも流れてるっぽいですね。そう、そんな感じです。緊張してきた。踊れるかわかんない。マテリアルの振り付けとかなんかも覚えてるかな。覚えてるかな。多分覚えてるよね。多分覚えてる。タップル入りました。まだマッチングできません。もうそれはもうぜひ有料会員に。てかなんかね、ツイッターで言われたんだけど、そうこれ なんだっけ、登録者、そのマイカっていうコードを入力するとなんかタップルが安く始められるんですけど、そう、それやったらこの人にお金入るんでしょみたいな。全く入らないから。一切入らないからって感じ。お金儲けで PR してないから。マッチングアプリのね、存在、意外とマッチングアプリってみんな抵抗あったりする人多いと思うからね、マッチングアプリで素敵な出会いをアシストできればと思い広告受けさせていただきましたので、ぜひ皆さんタップル始める際はマイカってコードで始めてね。マイカ氏かわいい、おはよう。あれ、キングさんめっちゃ久しぶりじゃない？ V3 ぶりじゃない？ V3 の時の覚えてない？割とベロベロだった時。そのコード、クロちゃんバージョン、あ、そう、クロちゃんバージョンも多分あるのかな。うん、なんかクロちゃんがどうこうみたいなの聞きましたね。コーンさんいらっしゃい、こんばんは。マッチングアプリ抵抗ある。嘘、マッチングアプリ、時代はマッチングアプリ、もう友達とかもめちゃくちゃマッチングアプリ使ってる。まあでもそうね、抵抗あるよね最初は。多分やったら意外とそうでもないと思う。今月嫁とマイカさんをしに行きたい。おいでくださいませ。タッカー、サッカー、あれ前来てくれた、可愛すぎる、嬉しい、ありがとう。おいでくださいませ、おいでくださいませ、おいでくださいませ。ウケる。明日見るの楽しみにしてます。お、明日来てくれるのかな。ありがとう、復活しますよ。そのコード入れるとマイカさんに会えるんじゃないの。ちょっとね、マイカさんに会えるかどうかはわからないけど、いい出会いはあるんじゃない。知らんけど。30分以内に海出ます、どういうこと。死ぬ、死ぬで、この時間の海は。友達 Tinder で会った人と今年結婚する、すごっ。 Tinder は私なんかね、周りのこう見る限り遊び目的の人が多いイメージ。だペアーズとかタップルとかは本当になんかちゃんとした何、真剣構成というか恋人探しみたいなので使ってる人が多いイメージだった。実際本当にこれタップルで私の友達なんか付き合った子いるんですよ。2組くらいいるのかな。うん、いて、え、しごしごめっちゃ思う。友達の友達とかからもめっちゃ聞く。そういうマッチングアプリで彼氏できたよとか。実際私、男友達が彼女ができないってめっちゃ悩んでたことあって、私がその時マッチングアプリ、何のマッチングアプリだったかな、タップルだったかな、わかんないけど、 Tinder ではないのは確か確実なんだけど、なんかマッチングアプリの、じゃあプロフィール見せてって言って、その男友達がプロフィール見て、あ、もうこれダメ、あ、このプロフがダメ、この紹介文ダメ、あ、これ全部ダメダメって言って全部添削したの。そしたらその後にマッチした女の子と今付き合ってるの。すごくない？マッチングアプリコンサルとか始めようかな。なんか女の子サイドでさ、あ、このプロフィールは嫌だとか、この
この写真の撮り方の人嫌とか女の子側って意外とあるのよ。だそういうのの添削してさ、素敵な出会いのアシストをしたいよねとか言って、みんなも素敵な方に出会ってたらあれなんですけど、お困りの方はあのバーレスク推しプランで来てくれたら添削します時間が許す限り。まゆかちゃん、落書きブロマイド何日前までに推し報告したらいいかな。早ければ早いほど全然、いつでも、当日までに、前日までとか当日まで、まあもう当日の正前まで、正前、私の出勤前ぐらいまでだったら嬉しいけど、まあ早い方が嬉しいかな。ギリギリすぎるとちょっとやばい、かけてないってことあるかもしれないから。プロフィール添削をバーレスクのプランにめっちゃ響いた。めっちゃありかもしれない。めちゃくちゃありだねそれマッチングアプリ添削プランいくらだろう、いくら取ろうかな、いくら取ろうかな。他のマッチングアプリってやりもくでいる女性がいて困る。マッチングアプリはでもやっぱ男性女性限らずやりもくは一定数いるから、真剣な出会いを求めてる人に向かないアプリとか、ちゃんと真剣な出会いを求めてる人に向くアプリとかは分かれてくると思います。タップルは私的には多分真剣な人が多いイメージ、ちょっと確証はないんですけど、周りの友達もなんかそんなイメージがあるかな。タップルは9月29札幌から推しプレ行きます。嬉しい。あ、 DM くれた、あ、違うかな、誰かも札幌から来てくれるって人がねいたんだよね。ギリギリはしないので大丈夫。そしたらもうコンさんのタイミングで二度目ましてする約束したもんね。バレスク東京行ってみたい、来てくださいよ。江藤さんぜひ楽しませますんで、いつでも気が向いたら。復顔やって嬉しい、たっちゃんありがとうございます。全然復顔じゃないけど大丈夫、大丈夫そう、この顔でこの前髪のバラつき具合で大丈夫そうかな。親に紹介するときマッチングアプリっていうのははずい、まあ、最初は言いにくいだろうけど、全然、まあでも実際言わなくてもいいじゃん、友達の紹介とか普通になんかそういう、うん、でもマッチングアプリ、まあ上の世代、うちのお父さんお母さんとかも多分あんまり受け入れないと思うけど、多分いずれマッチングアプリがスタンダードになってくる時代が来ると思うんで、まあ恥ずかしいことじゃないからね、マッチングアプリ。マッチングアプリって聞くとなんかあれだけど、うん、ね、お見合いみたいなもんじゃないですか、違う、ネット上のお見合いみたいな、ちゃうかな、わからんけど、知らんけど本物のマイカちゃん見たら可愛くて飛ぶよ、飛ぶぞ飛ばないです。明日2部行けます。おお、おしぷしてくれてるだろうか、してくれてないだろうか。もしあのマイカの時になんかこうキャーキャーワーワーしててくれたら、おしぷなくても多分レスいっぱい送ると思うんで、キャーキャーワーワーしててください明日髪型何がいいと思う、久しぶりだからさ。みんな何の髪型が好きですか、マイカの出勤の時。私個人的にはポニーテールなんだけど、9月も行ける日ないよそれ。でもバーレスクね、シフト出すのちょっと遅めだよね。だからね、ちょ早めに大体の予想は出しますとは言ったんだけどね、結局ちょっと変更になっちゃった日にちとかもあるからなかなか難しい。だ最初に予約しといて、まあ、キャンセルとか違う日に変更とかが多いのかな。ただそうだよね、遠方だとホテルとかがあるもんね。もうキャンセル無料のホテルを取ろうかも、当日絶対どっかしら空いてることを願って当日予約。シナモンヘアって何、あ、ここあれ、三つ編みのやつ、三つ編みでなんかこういうやつ、こういうやつ違う、シナモンヘアってどんな、いや、よだれ出た。日にち言いませんが、マイカさん推しをプで予約しました。なんで日にち言わんねんありがとう、ありがとう、トウモロコシさんね。そしてまとめ終わった、えらい天才。明日推しプした、あー嬉しい、ありがとうございます。りょうさん、あー、桃推しの、あれ、りょうさんだよね、りょうさん、りょうさん、あれ TikTok めっちゃ流れてくる、ももちゃんの。どうも、あれ前さお話ししたりょうさんって、私が TikTok で知ってるから認知してるだけか、わかんない。ツインテール私しないんだよね、
どの位置ツインテール？この辺？下？あ、下ならいける。ちょっと毛先パサパサでごめん。上はね、絶対無理私。もうしんどい。ポニテ。ね、なんかポニテ私も好き。好きな男性のタイプ？見た目はね、眉毛がしっかりしてる人が好きですね。あと清潔感ある人。肌が汚くない。歯並びが汚くない。頭髪が。どういける ?25 歳女児いける ?24 歳だまだ。いけないよね。お土産はね、直接受け取りができないので、入り口お店に入るところにね、なんか、お土産お渡し口みたいな窓口があるんで、そこで、預けてくれたら、後ほどキャストが受け取ることはできます。可愛いくはなくない。いけないよね、なんか。もっと上？もっと上でする？ツインテールで私でもバーレスク出たことない。絶対ファン減るもん。100人超えた。嬉しい。100人超えた。でもね、減ったり増えたりなんだよね。ナイキの靴買いまくってるの？なんで？転売？普通に？いつかシナモンしんどい。やっぱマイカちゃん、青いいね。ほんと？青。似合う。これ友達とオソロで買ったんだ。フェスとか行くときオソロしようって。一度バーレスクで話しました。ああ、だからか。よかったよかった。あった気がするなぁと思って。だから私ほんとなんか記憶違いが多くてね。あ、久しぶりとか言って話しかけに行った人が、え、はじめましてですとか言われたりとかめちゃくちゃあるの。しんどい。首に貼ってた冷えピタどっか消えた。なんで熱？大丈夫？新しいの使いな。お土産逆にください。私お土産買うさ、買うっていう行為をさ、しないんだよね。職場とか家族とかにも。なんかそれで気を使わせちゃうじゃない。なんか、あ、じゃあ自分もなんかお土産返しをしなきゃなのかなみたいな思わせるのが申し訳ないからね、お土産買わないタイプ。なんか沖縄めちゃくちゃ行ってたけど私何も買ってきてない。自分用のお土産も買ってない。先生、どうしてもって言うんだったらアマゾンで海ぶどう取り寄せます。なんかさ、年取るにつれ女なのにおじこうぶんになりつつ、え、わかる、私もおじこうぶんになるんだよね。多分心の中のおじが暴れ出してるんだと思う。えかさん、トークおもろ、もろくないよ。なんかさ、配信者で、えなこちゃんとか、あと、海外の、まあ、ちょっとエッチなんだけど、ベラソニちゃんとか、なんか、縦画面でさ、めちゃくちゃ画質いいので配信してるの、わかる人います？あれ、私、ああいうのやりたい。機材を買って、なんか設定したらできるのかな？ああいう高画質配信めっちゃしたいんだけど、どなたか詳しい方教えてくださいませんかね。そう、あれぐらい画質いい配信をしたいんですよね。でもそれだとインスタライブじゃできないのかな。沖縄一緒に行った子？ケーナ。普通に言っちゃってる。いいのかな。全然ただの一般職の友達なんですけど。声いいね。ありがとう。色気半端ない。ありがとう。無理。そういうキャラじゃない。機材の金額半端ないで。いけるいける。いけるいけるとか言って。おじに買ってもらおう。やばい。ちょっとマイカ高画質配信用の、募金を。どれぐらい ?100 とかもっとする？ 300 ぐらいする？ 300 するとちょっと困るな。困りますね。100も困るな。全然100も困るな。カメラマンの知り合いに、なんかお風呂譲ってもらおうかな。せこいことしか考えてない。よいしょ。クラファンで軽く集まりそう。確かに。クラファンってバーレスクやってもいいのかな？やっていいならやりたいな。ただ、クラファンのリターンを何にするかだよね。高画質で
そのお客さんと5分間電話とかツーショット電話とかえ、それめっちゃ重要ありそうじゃない？需要ないか、私なんかと喋るの需要ないか、ごめんなさい、失礼いたしました失礼いたしました。女ですが、マイカさんが推しです。嬉しい。私本当に女性に推されないんですよなんでやろうなだから女の人に推してますとか好きって言われるとちょっとあの陰キャっぽい挙動不審になっちゃうんですけど、ちょっとあのあれです、対応に困ってる感じです嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。ちなみにチューブ会えるの楽しみしてるよ。来月、来月か、今月じゃないのか。来月の出勤わかんないの私まだ。写真撮ってもらってる人に聞くのが早そう。間違いないね。沖縄水着写真、あ、明日ら辺にはアップします。忘れてた、完全に100いいね、100いいねいったから。写真集発売、写真集でも写真集で発売したい気持ちもあるんですよね。もし出すんだとしたら、そういうお声かけがあるのかないのかわからないですけど、いただけたんだったらそれはそれで、写真集は写真集で出したいななどと思っておりますけれど。予約取れるかな、バーレスクの予約。確かにね、早めじゃないと取れないよね。確実に出勤する日を事前に作っとくか。それがいいかな。女オタク代表やらせてもらおう。え、マイカさん関西人、マイカさん日本の埼玉人だよ。私も女ですけど、あ、あれ同じ、あれ私も女ですけど、マイカさんをしてて友達もこのバーレスク行きたいねって。なんか一部の早い時間帯だと女子会プランっていうのがあって、それがもうバーレスクの中では最安のプランなんで、よかったらおすすめでございます待ってるマジで待ってる、本当に。写真集欲しい、写真集でもね撮りたいの。写真集は撮りたいんだけど、私写真集悪いんだよねもうちょっと知名度上がったら、10万フォロワーぐらい、いつかインスタフォロワーがいったら出せるかな写真集人気になったら忘れられるんだろうなって。それね、アイドル時代のオタクの人にもいっぱい言われてたけどね、あのその時代にちゃんと通ってくれたりとか定期的にこう顔出してくれる人は覚えてる全く来なくなって3年後に覚えてるとか言われたら誰ってなっちゃうかもしれないけど基本覚えてる。そうだね、マレスクスケジュール出るのがねちょっとね申し訳ないよね。 TikTok 素材ください取りに来て男子会プランも作って割り増しでいいサービスするから割り増しでいいバスケ見ないの、バスケ見ないな。てか今私六本木のあのバーレスクの、まあ、寮って言ったらあれなんですけど、まあバーレスク側が貸してくれてる場所に住んでる、普通にあのアパートマンションなんですけど、あのね本当にびっくり、家電が何もないんです私の家洗濯機ない、冷蔵庫ない、テレビない、電子レンジない、何もない、本当に何もない。洗濯物は宅配洗濯の業者さんにお願いして、食べ物はコンビニで買うとかウーバーするとかも食べないとか。私基本ゲームとかなんか集中してたらお腹空かないタイプなんで、お腹空いたらゲームやったりとかでも食べるときは食べるんだけどね、全然あの二郎系ウーバーしたりとかしちゃうんだけど。そう、女子会プランより推しプの方がいいでしょ。女子会プランに推しプランをつけることも確かできるはず。そのプランにノーマルプランとか前方確定プランとかのプランに対してプラスで多分推しプランをつけられるから、待ってるよ声好きだわ、やったやった。そんなのあるんだ。隣人さんもバーレスクの子ってこと？うん、そういうわけではない。バーレスクの子が住んでる建物ではなくて、ただなんか貸部屋みたいな感じです。ただ私の前に住んでた子はそのバーレスクにいる子とかだったりはしますね。はじめまして、週末出たら行きたい。週末って金曜日とか土曜日とか？
ちょっと今月が土日が少なくてね、申し訳ないんですよ本当に。沖縄料理はそうめんチャンプルーが好き、あと海ぶどうも好きです。あといつかおしぶ少なかったらドリンク入れる。そうドリンク入れて、もう私と永遠に喋ってて、私本当におしぶ入れてない人の席回るのが怖くて、人見知りで本当にねいけないからね、ドリンクで拘束してください私を怒られる、運営さんにスタッフさんに怒られる。千葉から2時間かけておしぶで行きます。やったー、千葉からニコラスケージ、名前おもろ、待ってるよ角田さん。あれ前に来てくれた、前には来てくれてない。ゴーヤ苦くてあんまり苦手、まあ、ゴーヤチャンプルも好きだけど。どこ行けば会えますか。バーレスク東京六本木で検索検索よっすー、ひがたんおはよう、早く早くバーレスク遊び来てよ、早くバーレスク遊び来てよ、いつ来てくれんのや。明日ドリンク渡します、ぜひ。そうドリンクをねたまにくれてね、くれる方がいるんだけど、あの推しプランが多かったり席回りがちょっと忙しい時だとドリンクをねいただけない可能性もあるんですよ。そうだからまあちょっとそれはそういう時は申し訳ございませんって感じ。お金は事前に払っていただいてたらさすがに絶対行くけど、あのドリンクをねタブレットで注文しただけじゃ決済まで行ってないから、そういう場合はもしかしたらちょっとお断りしちゃう場合がございます。でもそういう時もあのお金は料金は発生しないんで大丈夫です。できるだけ行きたいとは思って頑張っております。明日行こうかな一人で。あよよすけくん、今月売りなんかめっちゃすごいね、頑張ったね、天才だわ。席で暇ならドリンクくれって言いに来て5杯ぐらいたかりに行こうか、飲みたい飲みたいっつってよくご存知で、以前自宅配信で絡みました。おう千葉のよかった私覚えてる時と覚えてない時でなんかすごい波があるんだよね。私これ何時から配信したっけな、もう40分も配信してるちょっとしか配信しないよとか言ったのに。こんばんは白猫さん、いらっしゃいませ、こんばんは、コメントありがとう。友達くらいおるよ、まあ私より多いだろうね私バチ少ないからね友達。まいかちゃんリズム感良さそうだったからもっとダンスが見たい、またタイミングがある合えば教えていきますね。みつるくんありがとう、嬉しい、この間に来てくれて。ぜひ A チーム演目とかもいずれやりたいんですけど、色気があるかないかわかんないからね。兵庫から遠い、遠いねそれは。意外と愛知とか名古屋ぐらいの人だったらいるんだけどね、あと出張で大阪でついでできましたとかねいるんだけどね。俊介くんひき肉です、知ってますか、何のひき肉、キャミ、キャミなのかな、なんか短いの可愛い、あデブがバレる下は適当、今基本家で裸足だったんで配信するってなったからその辺に転がってた服を着ました久しぶり、たますけ、たますけ、たますけ、久しぶり、いつぶり、たますけ、たますけ会ったことある、配信でとかってことか、直接会ってない、ミッチーさんに会えてない、ミッチーと二人で来て、バーレスク行ってみたいです、一人でも大丈夫、めっちゃ一人の方多いです、ほぼ一人じゃないかな、ほぼ一人は持ったわ、めっちゃ一人の人多い、なんか急にライトが黄色くなった、こっちの方がいいかな、ちょっと待って前髪が本当に地獄みたい。事前と当日の宿だと違いますか、事前推しプランの方がなんか ゆっくり確実に回れるのは事前かも、当日推しプラン基本的に内容は変わらないんですけど、なんか新しい制度がどうだったかわからないんだけど、なんかね
携帯で基本連絡が来るんですよ、当日の推しプランとかって。だからそれを通知を見逃しちゃったりとかすると、え、あの席回ってないよみたいな感じでドタバタしちゃうこととかがあるから、まあ、事前だったらもう事前に送られてくるからそういうことないから、もう推しプランを入れるって確実の場合は事前推しプラン入れちゃうのがあのおすすめです。もうすぐデビュー4ヶ月だけどバースデーいつなの？私お誕生日2月8、よろしく。遠くてバーレスク行けないので動画アップお願いします。9月の3日19時ぐらいからこのインスタライブでね、あのバーレスクの様子を生配信するんで、よかったら見てください。金なくても生きていけますか？うん、まあこの通り。買いたいんだけどね、この家もねそんな長居する予定がなくて、そういい物件とかいいお家があったら移動したいから、その時に引っ越す時に家電あると引っ越し大変だからと思って買ってないんだけど、そうまさかこんな3ヶ月も経つとは思わなかった。マイカさんイベントって今年予定されてますか？何にも何の話も出てない、分かんないけど、まあ、やれるならやりたいけど、そこまでイベントをやるほどファンの人がつくかって問題ですよね。なかなか自分の技量に合ってないのに見え張るみたいなことはしたくないんで。そうですねって感じですかね。マイカさん呼び出しあっても動じないですよね。動じない、まあその目の前にいるお客様の対応してたら、まあその内容によるけど、基本的には目の前のことを終わらせてからじゃないと後でっていうことができないタイプだから。そう、9月キャンセルしないで新しい推し増やせばよかった。そういうパターンもあるよね。私が今月出てない分、あの違う子を推してる人もいるかな。推しマシなり推し編とかだったらちょっと勝手にしたなって感じだけど、推しマシは平和タイプだから謙虚じゃないのよ前だっち。毎月マティーニまだ月1マティーニまだマネージャーたまに来るからね。最近来ない、でも多分また近いうちバーレスク遊びに来るはず。マイカの手柔らかかった。え、握手した？おしぷしたしてかってこった。おしぷしかしたことない。おしぷ爆上げ天才。いや、おしぷはねマジでいいよ。おしぷは最強。私は最強。貯金得意ですか？大好き。貯金、貯金しかできない貯金しかできないけど、まあ眉毛の化粧雑デコ出しあり。本当デコ出した方がね楽なんだよね。眉毛も気にしなくていいから。そう、勝手にすらってタイプ。なんかあの多分男の人的には可愛くないんだろうけど、多分嫉妬とかあんましないタイプ。なんで毎回が押さないでとか言えないタイプだから、頭の中でそう思ってても勝手にしたらみたいな頭の中では違うんだよ、ちゃんと。なんでそんなこと言うの、毎回だけじゃないのとか思ってるんだけど、そういうキャラじゃないみたいな。わかる、この気持ち。プライド高女あるあるじゃない今日はマイカでいいや、やめろやめろなんで妥協してんねん。初バーレスクでマイカさんおしぷだったけど幸せ時間だった。そう言われるとね、私も嬉しい。お手役ありがとう。また遊びに来てくれよな。好きなハイブランドは何ですか？あんまブランド物買わないんですよね。無難にディオールとかですかね、アクセサリーとか。これもディオール。嫉妬されたい派です。なんか嫉妬させようと思って言動をこうふっかけてくる人に私嫉妬しない。なんかほんと天然で全くそういう意思がない人とかだったら嫉妬できる。なんか相手の思うつまになるのが嫌なんですよ。わかるかなこの感じわかんないかな、私だけ。なんか相手が言ってほしそうなこと言うのとかすごい昔から嫌で、そう
すごいこうひねくれ、 なんていうの、そういうの天の弱っていうの、ひねくれてる。そう、そんな感じ。TikTok のマイカさん動画いいね、保存の通知たびたびあるよ。本当に嬉しいわ。 TikTok もね、最近全然バーレスクの動画も私が出品してないからおすすめ回ってこないからね、うん、みんなあのバーレスクのマイカの動画写真はフリー素材なんで、いっぱい撮っていっぱい TikTok に上げていっぱいバズらせてね。化粧水何使ってますか？化粧品、基礎化粧品は今はメインはゼオスキンだけど、最近沖縄とか行って旅行行きまくってたら肌が荒れまくっちゃって、ちょっとね直さないとって思って、いいのか悪いのか分かんないけど自己判断でオロナイン塗ったりしてます。全然良くならない。全然良くならないんだよね。9月は18しか行けそうもないから体調崩さないでね。大丈夫、9月は多分大丈夫。夏は暑すぎてよ、8月。マジで。かわいい。タイプ。ありがとう。何、何したらいいのか分かんない。マイカさん動画でフォロワーめちゃくちゃ増えた。多分その動画のおかげで私のフォロワーも増えてるはずだから嬉しい。他の人のバースデーの時行っても大丈夫？全然大丈夫。通常日でももちろん大丈夫だし、まあ、ただ通常日の方がもし選べる、どっちもその行ける度合い的なのが同じなんだったら通常日の方がまあいいかなとは思いますね。で、出れる演目のバランスがいいと思うので、その方がバースデーだとやっぱバースデーの人がメインの演目が多くなっちゃったりとかして、まあまあ出れないことはないか、出れないことはないと思うけど、もし選べる状態なんだったら通常日の方がおすすめではありますけど、全然あのバースデーの日でも全然通常日とそんな変わんない。嫉妬させようとしてくる人って分かりやすくて心の中でニヤニヤしてる。分かる。なんかね、でも私もね嫉妬させたいタイプなの、人を。だから相手が嫉妬させたがってるのが分かるから、だからね、あの何、その素直になりたくないの。わかる？絶対わかんないよね。マイカさんの撮影会参加はないの？なんか依頼、金マーの、今回の金マーの依頼来たんですけど、ちょっと私に撮影会はまだ早いかなと思って断りました。出ればよかったな。本当写真写りがあんまり良くないんですよね。あと前にそれこそアイドル時代とかに撮影会とか出た時に、なんか半、まあバーレスクの撮影会、そういう撮影会イベント来る人ってガチだから多分うまいんだろうとは思うんだけど、なんか半目の写真をあげたりとか、二重枠の写真をあげたりとか、なんか そういうので嫌な気持ちになるわけじゃないけど、あ、自分ってこんなに不細工なんだってなって精神病むことが多かったんで、ちょっと今は様子見です。すいません。ちょっともしあの写真写りが良くなって、その時にまたお話をいただけたら撮影会とかは出たいですね。あ、ガチ少ないんだ。そうだから写真集とか出すのはめっちゃ好きなの。ちゃんとした写真撮る人にポートレート写真撮りに行ったりとかはいいんだけど、撮影会ってさ、素人の人が撮ってて、なんかこう撮るし、事故車とか、あと、まあ、一応見えない対策とかはするけど、なんかちょっとそういう事故車、例えばなんかインパンが見えてますとか、ヌーブラが見えましたとか、なんかそういうのとかもあるから、なんかあんまり、なんか個人的にはいいイメージ、いいイメージっていうか、なんていうんだろう、出たいみたいなイメージが少なくて、そう、あと病んじゃう、シンプルに自分の顔が嫌いなんで。そうなの、レタッチなしで写真アップする人とかもいっぱいいるから、そうで、それをでも悪気があってやってるわけじゃない人に怒るのも違うじゃん。この写真消してくださいってなったら、多分相手もちょっと傷つくし、言う側も傷つくから、なんかね、お互いがウィンウィンじゃないから、なんかそういう感じの配慮的な意味でもちょっと今は違うかなと思っちゃいました。モデレーターってなんだ。そうでも、許可制は許可制でも見切れないぐらい写真多分来るから、集団撮影会だとってなっての判断でですね。10時になったら配信やめる。
謙虚ではないやろ。誰か、沢田多分沢田やんな、これ。沢田とか言っちゃった沢田さんそう、真面目なんすよ、私好きっす、ありがとう。まあこの意見をね、いいっていう人がいるか悪いっていう人がいるか分かんないけど、私的にはお互いの双方のトラブルとかの防止のためにも出ないって感じかな。もうすぐやないか。私15分ぐらいでやめようとしてたのに1時間もやっちゃってた。やっぱ話すの好きだわ。みんなと話してると時間あっという間に過ぎちゃうね。謙虚とは違う気がするけど、まあまあでもファンサービスは悪いに入るのかなその分あの推しプランしてくれた人にはいっぱいファンさします。自分の対応できる範囲で無理はせずって感じですね。すぐメンタル病んじゃうんで私メンタル強そうとか言われるけど、本当は豆腐メンタルだからね。一回ぐらいは出てほしい。一回ぐらいは出たい。もともとコミケとかも出てたんで、あのコスプレで。そう。好きではあるんですよ。写真とか撮られるの。ただちょっとまだ勇気が出なかったって感じですね。バーレスクの名前を背負ってっていうのもちょっと、ね、まあ何人もいるんだけどね、バーレスクから出る子も。ちょっと怖かったね。年末には行くよ。待ってるよ。年末。11月とかだとちょうどデビュー半年とかなのかな。デビュー半年ぐらいであのフィナーレって言ってかっこいい系のダンス、毎日やる演目が最後の演目があるんですけど、かっこいい系のダンスのちょっとフィナーレはその辺から出ようかなと思ってます。今日のライブで明日の仕事頑張ります。本当頑張れ。私もみんなのライブで明日のバーレスク頑張れそう。3日行くけどシフト出てなかったから押しぶつけてないや。嘘。追加で女の子女子ですけど、このまゆかちゃん押しぶで行くのでいっぱい絡んでください。こちらこそだよ私から女の子に絡みに行く。なんならもう女の子大好きだから楽しませます。いや、そんな感じですね。はいはい、そんな感じです。はい、なんかあの見落としたけど読んでほしかったコメントとかあったら今書き込みでしていただけたら見ます。あと7分もあるけどね、言うて。3日一部いるよね、います。お、サブス追加本当にありがとう。ちょっともう一回 DM しな、 DM でしてくれると嬉しいかも。ちょっと今メモが、手元にメモがなくてね、書けないから。3日一部サブ推ししたよって言ってくれたらメッセージにプロマイドに名前書いときます。明日撮影かぶらなかったらずっとついて撮影するよ。伊沢さんの写真見てみたいよね。伊沢さんが撮った写真、インスタ上がってる？上がってるっけ。名字教えてよ。いやー、そのうち誰かの名字をもらうからないつもチップ少なくてごめんなさい。いいのよ、チップじゃないのよ。会いに来てくれるっていうその行動気持ちですから。誰だろうこれ。ルイカティアラ、ルイカティアラ、誰だ。ギャルメッセージ考えておいてください。とりあえずあげー知らん、カラティアラに見えた。